レディス国王とニフルハイム統一政府のヘルダーカップ主席による13度目の会談は和平協定の調印により無事閉会しました。我が国が保有するクリスタルに関して今後両国間での平和利用を協議していくこととなり、この緊張緩和によって数百年にも及んだ両国の冷戦状態が終結することを国民は期待しています。また間近に迫って